君井寺は、和歌山県和歌山市君井寺にある旧聖観音集の、総本山の寺院。三号は、君津遺産。陰号は、五国院。次号は、金剛宝寺であるが、君井寺の名前で知られている。西国三十三所、第二番札所。本尊は十一面観世音菩薩。本尊真言、音魔かキャロにキャッソワかご栄か。 ふるさとをはるばるここに君井寺花のとも近くなる、ランジ号は、金剛宝寺と称し、宗教法人としての交渉は、五国院であるが、古くから、君井寺の名で知られる。老門前の石中には、君津井さん五国院、本堂前の石中には、君井寺とある。君津井さん金剛宝寺、金剛宝寺五国院ともいう。宗派としては、 新言州山品派に属していたが、1951年に独立して、旧正観音収蔵本山を名乗り、山内新六家寺及び松寺十四家寺を包括する。地域は、木の川河口平野の南部にある、名草山の西側中腹にあって、境外から若浦湾を一望のもとに収める。山内に湧く三井水は、君井寺の名の由来とされ、いずれも水源には、 慶安三年の年期とそれぞれの名水の名を刻名した佐賀製の水槽がある。これらの水槽は、紀州藩主、徳川頼信の命により設けられたものである。また、三井水は1922年に昭和天皇が若浦に投宿した際に調理用水として献上されたほか、1985年3月に環境庁が選定した名水百選に選ばれている。 境内は、漢王の名所として名高く、日本桜名所百選にも選ばれている。また本土を向かって、左の桜の木が、和歌山地方気象台のソメイヨシノの標本木に指定されており、近畿地方では、最も早く開花することが通例であることから、近畿地方に春を呼ぶ寺としても知られている。伝承によれば、法棄元年、等の層、 タメミツが日本各地をアンアしていたとき、名草山山頂から一筋の光が発せられているのを見た。光のもとをたどって、名草山に登ったタメミツは、そこで金色の千時観音を監督した。タメミツは、自ら十一面観音像を彫刻し、体内物としてその金色千時観音像を奉納し、騒動を作って安置し、千時観音を秘物として収めたのが、 君井寺の始まりであるという。名草山に三つの霊泉があることから、君津山という三号になったと言われるが、貴族風土記は、付近の旧地名、ケミが展示たものと伝える。平安時代末期には、後白川法王によって当時は直眼書と定められ、以後流星を極めた。君井寺の中世の事業と記録について、貴族風土記は次のように伝える。前略。 合わせて四十九兆中世以後事療とす。天正十三年、豊臣大公政罰の時、皆星修セらる。これの時寺につて降るところの隣人前主事の文書、東南三四。貴族風土紀子のため、中世の君井寺について、詳しいことはわからないが、各種の資料から断片的に見出される記述からは、日の熊国権者と深い関係にあると見られていたことが、わかる。 家庭4年の日前宮文書によれば、ケミ号は日前宮ミ領に属し、名グさんを三井の神山と称しているほか、日の熊国権者官主士や57代国造記、都市文の栄華にも名グさんの名が見える。また、応英年間には、日の熊国権者の祭礼に、敬語の兵士を送ったという。その他、広告時の解散たる、心地革新が招かれて、君井寺の南に、 君寺宗明蓮のために建立された、法恩寺仏殿の落景法要を営んだと、広告時の記録にある。前述の通り、中世君寺の寺領は49町を算したが、天正13年、橋場秀吉による奇襲性伐の際に没収されて失われた。慶長6年、和歌山城主、浅野義長により、君寺村内の13国が寄進された。 ついで、紀州徳川家初代の徳川頼信によって八国と、東明寮が寄進されたほか、境内の自主が免じられ、昇法四年には境内における摂政が禁じられている。室町時代には、西国三十三所内宿熊野盟での流星により、多くの参拳者が訪れた。中世の君いでは、多くの僧侶、寺院が一体根然として、人山を形成する人山寺院であって、 最大像が自宗となり、本堂脇には造営。修造のための肝心を担う国屋があったという。自宗の中からは、法要を務める北京として年老十四名が当てられ、これを当時の英画の読み手でもある加山の院の栄戦寺によって許可されたというが、その栄戦寺は伝来しない。国屋は、ピクニジであって、観音見かけや、牛玉法院の木版を所持し、 三経者に拝察していた。国屋寺には複数の肝心関連の文書が伝来する。文案六年の肝心状は、過吉元年に何らかの壊滅的打撃があったことを示唆する内容が記され、書道を再建したものの、なおも未成であった、他方等復興のための肝心であった。大英二年の肝心状では、同社修理のための肝心を仰いでおり、同等の最高修復が、 国屋によって担われてきたことがわかる。また、元六十一年の国屋辞典に不幸上書は、天正十三年に国屋美国の春いにしえは、橋場秀吉の奇襲攻めに際して、秀吉との直接交渉に臨んで、三内安土の消耗を得たことにより、焼き打ちを回避したと伝えており、このように積極的な活動を示した国屋は、 他の所持者にも見られるように同社の最高修復を通じて、それまで以上に大きな役割を果たし、寺内における地位を高めた。秀吉の奇襲攻めの翌年、天正十四年に本願坊が創建され、後の明暦年間に五国院と改称した。後に本坊となる五国院はそれ自体が本願勢力であり、初代の本願に認じられた吉住坊は、 吉原村の出身で、生は、林氏であったと伝えられる。近世における、徳川政権の寺院政策は、当初、それに先立つ織田信長、豊臣秀吉のそれと、同じく、武装解除と中世以来の事業没収、及び新たな主因量の付与であったが、後に、漢文5年の諸州人ハートにおいて、人山寺院に対する統一した政策が出され、その一環として、 寺内秩序や肝心活動への制限が行われたことにより、本願勢力は地方を後退させられた。君井寺では、法令2年に国屋寺が山徳の老門街に移転させられ、法暦3年には君井寺と本末関係が結ばれて、かつては寺内の有力シーンであった国屋寺は一末寺に格下げされた。当時は長らく新言州山品派の寺院であったが、 1951年に独立して旧正観音宗の総本山となった。本堂桜に包まれた本堂大光明殿仏殿 JR 君井寺駅から徒歩10分ほどのところに境内入り口の老門が立つ。そこから231段の急な石段を登り切ったところが境内の中心部で正面に六角堂、右手に2002年本流の新仏殿。 左手には、本堂などが立つ。本堂脇の石段をさらに登ったところには、多宝塔などがある。三井水和歌山市指定名称。君井寺らの寺名の元となったとされる、清浄水、溶流水、吉祥水の三つの湧き水である。君井寺らの三性水として、名水百選に選定されている。清浄水は、山道石段の途中右側にある小滝である。 洋流水はそこから小道を入った突き当たりにある井戸。吉祥水は境内から一旦楼門を出て右へ数百メートル行ったところにある井戸である。洋流水と吉祥水は交配していたのを20世紀末に復旧整備したものである。重要文化財の仏像はいずれも平安時代中期から後期の作品である。石段210段を即駆けで迷路を君い寺で、 来年1月に初開催サンケイニュースありがとうございます。